おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。9月1日水曜日はキウイの日。9月1日く1キウイキウイ、はい、語呂合わせ。日本のキウイ見るとですね、大体ゼスプリってシールが貼ってあるかと思うんですけれども、そのゼスプリインターナショナルが制定したのがこのキウイの日です。皆さんキウイ食べられますか？私とっても好きです。緑のキウイと黄色のキウイと、あとゼスプリのホームページ見ましたらピンクのキウイってあるんですね。ちょっとシーズンで出るらしいんです。私見たことないんですけれども、その黄色いキウイが私は甘くてとても好きでして、特にヨーグルトかけて朝ごはんにするともう最高ですね。皆さんも試してみるといかがでしょうか。はい。ですね。では、今日名言なんですけれど、9月1日はですね、第1回芥川賞と、直木賞が発表された日でもあります。芥川賞を取ったのが石川達三さんですね。総合という小説を書いてます。で、今日はもう一方、直木賞を取った方ですね、川口松太郎さんの名言を紹介したいと思います。何かはっきり決していないと、つまらない。川口松太郎さんは、東京は浅草の生まれということです。左官屋の職人 のところで育ったと。ただ両親は本物の両親ではない、だから本物の両親は知らずに育ったというんですね。本人曰く当時8歳か9歳ぐらいの時に非常にやんちゃ坊主だったということで、ある日学校帰りかなんかに遊んでた時だったかな、忘れたけど、ドブに落ちてね、家に帰ってきたと。でその井戸端のところで、そのいわゆる お母さんですよね、お母さんがそのドブに使っちゃったその松太郎くんをですね、こう洗っている時にね、本当にこんな子をもらわなきゃよかったってボソッと言ったんですって。でその時に本物のお母さんじゃないということを知ったみたいで、子供ながらにショックだったそうです。そんな松太郎さんがですね、36歳の時にその鶴八鶴次郎というお笑い芸人がですね人情と、そういわゆるプロ意識ということを綴った小説で、賞を取ったということです。それまでも人情ものと言われる、大衆小説というのを確立された方で、とにかく人間観察をすることが大好きだと。もう人間観察ほど面白いものはないと。景色を見に行くなんていうことは全然面白くなくて、とにかく人間が面白いんだというようなことを言われていた方です。で、そんな方がですね、その流れでね、私はその小説家になってしまったので、理論めいたものとか、そういう理屈とかがあるわけじゃないんだけれども、不徹底なのは嫌だ、嫌いだと。ね。徹底しないこと。だから、どうせ好きなことをやるんだったら、何かはっきり徹していないと、つまらないだろう、というふうに言ってました。これ好きこそもののってやつですよね。本当に好きなものを追求するっていうのを、もうとことん追求してやっていくことが、いいんだなというふうに改めてこの言葉を見て思いました。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。